はい、インセクテックの足立です。昆虫採集標本用品は豊富な品揃えの弊社までご用命お願いいたします。海外の図鑑、結構レアなものが入ってますんで、よろしければホームページからご覧ください。それでは久しぶりの今日の鎧モグラゴキブリです。昨年の6月に産死した個体を見ていきたいと思います。まだ1年経ってないくらいですよね。10ヶ月、11ヶ月ぐらいでしょうか。大きさはですね、まあ、適当なもので、これは脱皮したばかりですね。脱皮したばかりのは幅が広いです。元気がいいですね。6センチくらいですね。1年経ってないで、うちの場合は6センチなってます。しかし次見せる個体はちょっとびっくりしますんで見てくださいね。まあだいたい5センチ超えのが大きいですね。1年経たないくらいで。これは脱皮前ですね。5.5センチですね。ごめんなさい。はい。で、餌は交換しようかな、これ。は高タンパクゼリーと、あと前にもお伝えしたことある固形の餌。じゃあ、はい。でこの餌交換はだいたい2日に1回ずつやってる計算ですね。で土日はやってないんで、月曜日、月水金で餌をやってる感じになります。それでは同じ時期に生まれた鎧モグラゴキブリ、別なケースちょっと見てみましょう。これは衝撃ですよ。はい、こちらです。場所合ってるかな、この辺かな、はい、これはですね、がっつりでかくなってます。まあいろいろ原因が考えられるんですけども、まず土ですね。土がいい感じに合ってたと思います。まあちゃんと調べてるわけじゃないですけども、その親のですね、消化酵素みたいなものがうまく引き継がれたと考えます。あとは湿度とかですね、それも、これ1年ですよ、これ1年。1年経ってない、10ヶ月ぐらい。はい、7センチ。すごいでしょ。ここまででっかくする人はいないんじゃないですかね、なかなか。65ミリ、6.5センチくらいですね。で、このケースのやつはみんな大きめですね。で、親も大きかったんで大きくなる血統だと思うんですけど、こんなに差が出るとは、1センチくらい差が出まして、びっくりしてます。6センチ、あ、5センチ、6センチですね。非常にびっくりしてます。これなんかね、2年ぐらい買わないとなんない大きさなんですけど、1年かかんないで10ヶ月になっちゃいました。だからうまく買えばもしかすると2年ぐらいで、成熟して産死するのかもしれません。これ楽しみですね、どうなるか。これちなみにオスですね。これはオス。もしかすると9センチぐらいになってしまう可能性もあるかもしれません。まあ引き続きやってきますんで、楽しみにしててください。これも餌交換します。高タンパクゼリーと固形の餌。で、これ、周りはユーカリですね。カマルドレンシス、栽培は私してますんで、時々採集して与えてます。で、まあ、餌がなくなった時は葉っぱ食べてますね。こんな感じで、食べてます。まあ、うちの場合は、これも食べてる感じですね。クヌギも栽培してるんで、クヌギも与えられるんですけど、まあ、やっぱり現地に一番近いような、
ものを与えるっていうことでやってますんで、でそれでこんな大きくなるんであればね、いいですよね。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。また見てね。面白かったらグッドボタンお願いします。バイバーイ。